2022年2月の26日土曜日、今日はとビスズと朝ちゃんが水浴びトッピとスズだと仲良く入れるんだね。ホウくんだとね、パンパンだけど。よいしょ。朝日は水浴び上手だよね。お水がないね。本当にね、鳩は水浴びが好きで、結構寒くてもこうやって水にしっかり浸かってます。やっぱりね、綺麗な羽は命を守る大事なね、鳩の風呂だと早く飛ぶことできないですから、どんなに寒くてもね、綺麗に保つためにこうやって水浴びしますね。古い地粉とかもこうやって水に浮いてきますので。あさちゃん、うわすごい。トッピーとさすちゃんがいつも追い出されちゃうんだよね。そうだから、ちょっと一回り大きいやつにとかって変えると水浴びしないんだよね。これが好きみたい、この桶とこの植木鉢のお皿。